Sayajimar. It's a bit later than I anticipated this stream to be. I was going to do it like an hour or so earlier, but decided to spend most of the day offline. So it's like almost 9 o'clock here. So in the afternoon, bear in mind. So any of my Brit mates are around. Well, good on you for not going to bed. No, so you should go to bed. Press Alto. Waiting for a second, and I get lean. Hey, it's all right. Either way.
I'd love to go to Wild Jackson's, but it's simply not open. However, the bowling alley is, but I can't get food there. So unrealistic. Inside on this time. So there's just been a little window that you can just go, hey, can I have some food? Through. And you just go, yeah. Oh, College Route 1. I'll just have the most expensive one, mate. I don't think that's alright. I mean, you've got a pretty sizable wealth bar for just literally starting there. Hello? Excuse me. She looks old. I'm so tired, I've got half the mind to just skip scenes, but I don't want to at the same time. I never usually skip scenes.
どないしたんや。調子悪いやないか。さっきお前にまずい肉食わされたせいや。ちゅうのは冗談で。最近前は打てた球が打てへんねや。ふん。目悪なったんちゃうか。お前は大丈夫なんか兄弟。何がや。もう俺らも分かんない。たかが3年とはいえ、無所暮らしは体に応えるはずや。今からでも遅うない。俺の方からお上に異議申し立てして、習慣の取り消し手続きしてもええんやで。アホ言え。俺はそれ25年も続けとったんや。心配ないわ。ほんまやな。ああ。I will skip from it because it's just people that won't come beat me the fuck up. I'm trying to pull it. Oh, fuck.Okay, just take a cheap shot and then I should have swung it. What about the swinging part? Okay, that was the one. Probably the switch part. Oh, okay. Okay, you went right past me when you picked me up. Okay. Makes sense. I think you're here. どうや兄弟、これやったら無所暮らしも問題ないやろ。そんなん初めっから分かってるわ兄弟。お前の強さは俺が一番分かっとんねや。せやったらなんでこないなことしたんや。昔のお前やったら真っ先に俺に殴りかかってきたはずや。せやのになんでや。それがあかんねや兄弟。俺はもうお前の相手できへんのや。おいたんは俺の方や。
登場会支える仕事ばっかりしとったらいつの間にか牙抜けてしもうた。もう俺の時代は終わったんや。何弱気なこと言うてんね。兄弟らしないで。俺もヤクゼ強がっときたいっちゅう思いもある。せやけど自分のことは自分が一番分かった。これが現実っちゅうやつや。せやからお前には強いままでおってほしかった。今日はそれが確認できてホッとしたわ。真島、金金言うてもヤクザは最後は力や。力失った人間は力ある人間にその道譲らなあかん。西島、お前は登場界の力や。絶対に強いまま神室町に戻ってくるんやで。うん。ねえ、どっちが見送りしとんのかわからんわ。お前。お迎えが来たで。ああ。I hear Sajima's part, or at least the first two chapters, are the most filler of the story, so depending on the quality of what's going on, I might end up skipping and then watching the cutscenes at a later date. どうしました？珍しいですね。西島の親分が運動時間中グラウンドにいるなんて。そんなことないやろ。それよりその親分ちゅう言い方、ええ加減やめてくれ。今さらいいじゃないですか、同部屋の馴染みなんですし。それに西島さん、元は登場会の大親分さんだったって話じゃないですか。誰に聞いたんや？あれとかじゃなくて、かなり噂になってますよ。
昔18人相手に一人で飛び込んでいった伝説の殺し屋だったって。シャバで有名だった受刑者。あ、そうそう、ない仮釈放。 Read them and then click off。 もうさ、そんなもんや。確か親なら、そう、まあここの副署長、まあお互いけ。あ、そういえばババちゃんが親分さんのことを探してましたよ。あ、ロケイキャン。ババ。いやだな。どう。Hello。Come on。チョコ。ああ。ババ。俺が相談。どう。まあな。ババはどこにおる。さあ、あの。Got whacked in the tail with a, whacked in the face with a tail. Well, I got that. Oh. Yep. So. Yeah. Anta, 表にいた。いや、それにしちゃ随分しつこくつきまとわれてんな。半年前連中がここへ入所してきてからずっと揉め事があったわけでもないのに。もしかして。そうか、次はち前から。 Might just do one job, so I'm really tired。 シャバ。なる。だが、厳しい刑務。沖縄。だがここ。考えておく。うわ。ババちゃん。あの若造。出所後。ああ。あいつがここに移送されてきてから一度それとな。あのババガか。どうやらあいつ組のために殺し合ったみたいなんだが、捨てられたようだ。なんやて。あいつサズ。あの気の弱そうなババのことだ。きっと決死の思いで殺し合ったに違いない。でも組はあいつを見捨てた。まあヤクザの。ほなここに。二十歳で人殺して帰る家を。ババは明日。そうか。そんな。あんたもそっちの業界に。同部屋のよしみで。ああ、This is a new chapter, isn't it? I'll probably do to the end of this chapter and then I'll go offline again. Sorry it's going to be such a short one, but it's late and I got shit to do. サイジマの兄貴、俺のこと探しとったみたいやな。日村と大島のおっちゃんから聞いたわ。あ、いや、それでしたらもう。どないして。なんや、相談したいことあるんとちゃうんか。大丈夫っす、もう断ってきましたから。断るって何をや。仮釈放っす。今署長室で正式に辞退したいって返答してきました。なんやと。だってここ出たって何にもいいことないし、まあ
今まで黙ってましたけど、実は自分もともとは北海道の組の人間でして。大島のおっちゃんから聞いて、殺し合ったんやてな。ええ、二十歳の頃です。当時組同士の戦争があって、それで当時俺の兄貴分が本家の直参やってて、もう少しで幹部に昇格できるってところまで来ていたんですけど、それでお前がその兄貴分の男に代わってやったと。はい、兄貴は自分が偉くなってすぐに俺が無所から出られるように手配してくれるって言ってたんですけど、それから何年経っても音沙汰なしで、最初は入った無所が関西だから面会に来れないんだと思ってました。でも7、8年過ぎたあたりからだんだん現実が見えてきて、ああもう俺捨てられたんだろうなって。ババちゃん、あ、すいません、心機臭い話しちゃって。でももういいんです、吹っ切れました。理由がどうあれ俺は人を殺した、だから報いを受けるのは当然なんです。10年勤めたところで俺の罪は消えるわけじゃない。それだったらいっそのこと最後まで罪に向き合ってみようかなって。ほんまにそれでええんか、お前ほんまは怖いんとちゃうか、表出んのが。西島の兄貴、実は俺もそうやった。無所で何年も飯食うてると外の世界が怖なってしょうない。そやけどな、いくらここにおっても罪は消えへん。一度心焼かれた人間は表出なあかんねん。表に出て現実に踏みつけられて必死に生きて初めて罪の償いになるんや。そうやって自分の生きる場所見つけるんや。どんな辛い道が待っとってもな。あいつら確か木工作業班の連中。That sound glitch。何の用や。分かってんだろ。うちの班長が呼んでる。ちょっと顔貸してくれよ。何なんですかあいつら。西島の兄貴と何の関係が。お前は引っ込んどけ。なんだ後ろのガキは。うん、同部屋の若造か。そうか、お勤め中に忠実な兵隊スカウトしてるってわけか。こいつは関係ない。用あんのは俺だけやろが。まあいい、ついてこい。連れてきました班長。一週間ぶりだな、佐江島。そう怒んなよ。せっかくのお楽しみの時間なんだからさ。おお、あれだけいたぶってやったのにもうこんなに治ったのか。Lovely.
time. My cat's interested, thank you, and it's something scary. Yummy. Hajimero. サイジマの兄貴どういうこっちゃ。これは木工班の釘原にやられたんだ。釘原って半年ぐらい前に入ってきたあの気持ち悪いハゲか。理由は分からんが、3ヶ月くらい前から冴島は釘原のグループに狙われていた。週に1度か2度運動時間中に呼び出され、継続的に暴行を受けている。大島の奴さん、あんた前からそのこと知ってたんですか。一度冴島が鎮痛剤が欲しいと言ってきてな。理由を聞いたんだ。なんで黙ってたんすか。こいつに口止めされていたんだ。同部屋のお前らにはこのことを言わないでほしいとな。くそ、最初から分かったら俺たちが釘原から守ることもできたのに。無駄だ。そんなことしたら俺らまで釘原に狙われるだけだ。それに冴島は自らの意思で無抵抗を貫いているんだ。こいつがその気になれば、あの程度の連中相手にはなるまい。じゃあなんで冴島の親分はやり返さねえんだ。なんか理由でもあるんすか。それは高瀬が。いや、副所長さん、これは単なる事故で、俺たちがやったわけじゃ。連れて行け。はい。兄貴、ちょっと待てよ、これには訳が。日村副所長、ちょっとこれはないんじゃないですか。食事だ。どうして手を出さない。私の だが私お前が釘原たちに暴行を受けないよう対処するくらいのことならできる。お前さえよければ刑期終了までこの懲罰房に置いてやってもいいんだぞ。私が所長に一言反省の色なしと報告すれば済むことだ。どうする。余計なお世話。何。もし俺がここにおったら、同じ棒の人間が釘原たちに狙われてまうかわからん。同部屋というだけでもう仲間気分か。そんなんじゃう。せやけど俺がなかったら耐えられんで死んでまう。釘原の標的は俺でええんや。自分が標的になることで他に被害を出さないつもりか。これは私の推測だが、
あいつらの狙いはお前だけだ。いくら国原といえど、手当たり次第暴力行為を重ねるようなバカな真似はせんだろう。つまり、お前が耐えるだけ無駄ということだ。要件はそれだけか。食事が済んだら、すぐに懲罰房から出してやる。それでいいんだろう。大きに。陰謀ゆすり、やめてくれ。気になって仕方ねえ。すいません。西島のことが気になってんのか。気持ちはわかるけどよ、俺らじゃどうにもできねえんだ。それに懲罰房なら少なくとも3日は帰ってこない。ゆっくり待つしかねえだろ。そんなことわかってるんですけど、なんかどうしても落ち着いていられなくて。そういやお前、西島さんに相談があるって言ってたけど、話できたのか。うん、まあ。何の話だったんだよ。西島さんにしか話せない相談だって言ってたけどさ、俺らにも教えてくれたっていいじゃねえか。それはその、なんだよ言えよ。出所後のことだろ。極道門にはここ出た後もいろいろな事情が待ってるだろうからな。なんだよそんなことか。そういやお前、そろそろ仮釈放だもんな。いいよな、今頭の中夢いっぱいって感じなんじゃないの。いや、それがそういう感じじゃないっていうか、その、断ったらしいじゃねえか、仮釈放の話。刑務官から聞いた。な、ま、マジかお前、嘘だろ。副署長との面談でまだ罪を反省できてないと言ったらしい。そんなこと言ったら仮釈放取り消しになるに決まってるじゃねえか。気でも狂ったのかお前。どういうことなんだババ。西島の兄貴。おかえりなさい、西島さん。懲罰房行きにしよう。随分とお早いお戻りで。ああ、ようわからんけど、副署長の男がすぐに戻れるように手配してくれたようや。副署長って、あの高坂が？署内の揉め事にはいつも厳しいあの、さ、まあ高坂、あの、しかし、ババちゃん、やっぱり考えは変わらんが、明日にでも。まだ正式に仮釈放取り消しの決定が下ったわけじゃない。改めて反省の色を示せば、向こうも仮釈放を認めるかもしれん。ああ、もう辛気くせえな。せっかく西島さんが戻ってきたんだ。あ、そ、何やこれ。これは、あれ、気分。ねえ、いろんな想像巡らして。なん、そう、おれ、バーバ。はい、いいですか。それじゃあみんな、月見野の町よ。はい。俺が、きっと、
Grew his hair back. I'm trying to know which train up to what I was looking for. It doesn't exist. Well, I mean, it does exist, it just does nothing. What I want them to do with it. I don't want it to have a range, so I'm gonna have to make this quick. かしこまりました。失礼します。何頼みます？はい。乾杯。冴島さん、月見の。いや。私、はい。そうですね。どれ？そうですね。東京で買い物したり、クラブ行って遊んでたりしたら、稼いだお金全部吹っ飛んじゃった。なんや。こっちの世界じゃもうおばさんなんですよ。うん。Well, I don't care. Fucking hell.さん、やっぱり。ほんなら私はほ、そうそう、どうぞ。札幌です。いえ、子供。今は Why does the background music sound like Dancing is what you do? さいじまさん。え？Oh, fuck off. I don't care.
Saijima's... Oh, did I do the wrong thing? Okay. I can see it. I hope I don't have to come back. If I do, then I'm gonna... Oh no, I think I do, because I have to do it for fucking... No, no, I think this is the part. I'm allowed to just do it for the karaoke. Thank God it teleports me, because I couldn't be asked otherwise. I know the karaoke rules, I've done it twice already in this playthrough. I'm so tired. I mean, I'm so tired, I don't have, like, karaoke probably gonna end up taking a hit from that. Lose your love! Everybody say lose your love! Woo! Akak someru de! Lose your love! Go! Go! Oi! 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 Come on, baby. Come on, baby. Woo! Woo! Yeah! Oi!
バカみたい。聞いてくれ。バカみたい子供なのね。夢を追って傷ついて、嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない、口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えたろう。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。あんたが好きで好きすぎて、どれだけ強いお酒で me. Yeah, I've probably got in, no, I've probably got 1,000 points, so tired. Because I'm like, random. I don't know why he's sad about that. It's Adachi though. It's Adachi's alive. I mean, I don't get it. Not a bad though. I like it still. I mean, that's my highest so far, which is which I've already made. Exactly. Okay. わかったわ。ありがとうございました。Okay. I'm not quite sure where that's coming from, but okay. Suddenly hunger rolled up. いらっしゃいませ。ありがとうございました。
どうです、案外いい気分転換になったでしょう。たく、おめえさんだ。それにどう、俺らにだ、楽しそう。そうだな、向き冴島さん、冴島さん。そう、あま治療せえ、どこ行ってんだか。え、ちょっと、あんたが気にしてるのは馬場の仮釈放のことだろう。安心しな。え、はあ、ちゃんと。そうか。いやー、そあいつ相当。ババメ。だが、臆病。あれ、副所長だ。ってことは、もう面談終わったんじゃ。ん？それじゃあババのやつどこ行ったんだ。俺ちょっと刑務官に聞いてきます。どうだった？なんだ？ほんなら奴はどこ行ったんや？
あんた。ああ。ほんまか。最近入った気味悪いやついんじゃん。く、あいつらと資材置き場の方行ったわ。結構前だけど。西島さん。西。ああ。あいつら。お前だけじゃ飽きた。クソ。こいつやりやがった。痛えよ。違う、俺じゃない。どうした、こんなところで何をこそこそやってる。こいつがいきなり大技を刺したんだよ。痛えよ。何、ババちゃん。ババ、お前がやったのか。違う、俺じゃない、俺じゃないんだ。何？じゃあその手に持っているものは何だ。こいつ、いきなりそれで俺の足を。違う、これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババ、お前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのに、バカなことをしたもんだ。なんやて。俺じゃない、俺じゃないんだ。兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。ババちゃん。大変なことになったぞ。ババちゃんがあんなことするなんて嘘だろ。当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ。そんな奴が自らケーキ伸ばすような真似するはずがない。ですよね。西島、あんたどう思う。いずれにせよわからないことが多すぎます。誰か詳しいことを知ってないか聞いて回りませんか。せやな。
西島さん、どうです。そうです、けどさ、被害直え、ほう、もちろん、つまりせやけど、ババは自分はやってへんって言うとるやろが、自分らそれ信じへんのか。ババを信じるなら刺された連中の方が嘘をついているということになるが、当然その可能性があるでしょうね。だが今はそれを証明する事実が何一つない。そう。え？何？ババちゃんがさ、ギャ、嘘の証拠？え？あれ？あんな気。確かに。だが。ええ、あの、いつな、そう、うん、日村、はい、え、刑事や、まあ、つい、いわゆる汚職ってやつに手染めてしまったと言いますか。なんで隠してる。そういうことか。シュワイ。で、具体。ババ。いや、そう。なあ。
結局凶器ののみが木工班のものだったってことは分かったが、それが誰のものかは分からずじまいか。直接のみを見ることができたら誰の使ってるのみか分かるもんなんやろうか。とはいえ触らぬ。な、さ、いっ、お前らし、え、ぬす、ああ、ここはしゃばり下手したら。安心しな、窃盗数15,000件超、逮捕歴ゼロ、背広の平八郎とは俺のことよ。知ってる、刑事課に配属された頃盗難係ですでに伝説と言われ。ん、そんな大泥棒がな。自首、自首？ああ、ずっとカミさんに隠してたんだ前に。だから背広の平八郎だが、俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰るとカミさんは家からいなくなっていた。どうして、まさか親さんが盗…バカ。笑うな。盗みをやり続けた俺が一番大事なもん盗まれ続けてたことに気づかなかった。だから俺はそんな自分が嫌になって自首したんだ。人に歴史ありやな。極道組織の大親分に伝説の泥棒、それに刑事、ほんと人生どこでどんな出会いがあるか分かったもんじゃない。もうきっちり俺がけ任せたで。ああ、それじゃ俺少し今証言ば。I'm trying to do a little funny little bit here. Ah!
しなさい。止まりなさい。止まりなさい。止まりなさい。待ちなさい。Hey, old man. Okay, just when I gotta find Saejima. Whatever his name is, I forget already. Doyota. Scar guy. Bald guy. Ore ni kakareba konna yama, he demo ne yo. Onnara. Ah, batch. Sa. Baka, dekai koi dasu. Himura, omae hontou ni moto keiji nano ka? Iya, kore demo書では切れ者で通ってたんですがね。で、のみは誰のもんだったんですか。予想通りあいつのだったよ。134だ。あの釘原の番号です。ああ、早速この件を高坂に。待ってくれ。どうした冴島。そんな声面してどうした。なんでババに手出した。お前の標的は俺のはずや。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたのはこっちの方だろうが。かわいそうに大和田の野郎。あれじゃ足に後遺症残るぜ。とぼけんのもええ加減にせえ。おいおい勘弁してくれよ。まさかあんたもババと同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。ババが大和田を刺した中古ののみ。お前のんやろ。木工の作業所からお前の道具だけ綺麗になくなっとったわ。ババを脅して無理やり連れ出したいうことも分かっとる。さあ観念して白状したらどうや。バカな。あんなクズ一人助けたところで何になるって言うんだ。お前の仮釈が早くなるわけでもある前に。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるやないか。ババちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それをお前が台無しにしたんだ。あいつもおとなしく言うことを聞いてればこんな目に遭わずに済んだってのに。生意気に反抗するからこんなことになるんだ。どういうことや。ババに言ったんだよ昨日の夜。冴島が懲罰房から帰ってきたら寝首をかけってな。なんやと。ただでってわけじゃねえ。ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。確かあいつ
組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよな。お前だがあいつは断った。人が親切に仕事世話してやるって言ったのによ。だから呼び出してお仕置きしてやったのさ。仮釈取り消しのお仕置きをよ。教えてやろう、あん時本当は何が起こってたのかをな。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこにババのやつがやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみをババに渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。あとはお前も知ってる通りだ。Oh, a cutscene. お前クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴、佐江島、お前。立てや。やっと手出したな。はよ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけで切れやがって。じゃがましが、お前に切れとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。なんだと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん。それしか頭になかった。しもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ。何が若頭じゃ。兄弟や思える男。見捨てて生きるほど俺。きっちり弟のいた子に体で味を追うてもらうで。へへ、もんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。さあ楽しもうぜ。勝負、俺の勝ちだ。全囚人が見ているこの状況、言い逃れはできねえぜ。
手こずったが、これで俺の目的は達成できたってことだ。何の話？俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。西島への復讐じゃないのか。復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、西島大河、あんたのケーキを伸ばすことだったんだよ。あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを。お前、そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺のケーキ伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと。一体誰の差し金や。またお前たちか。冴島。副所長さん、聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか。はい。これで仮釈放はなしだ。あと一年、俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほら、こっちに来い。Oh, new chapter, which I'm probably going to end on, because it's like 10 past 10 in the evening, so it's pretty late. Was that the end of chapter 1 or chapter 2? I can't remember. 懲罰貿易やないんか、副所長さん。なぜ手を出した。なぜ手を出したと聞いているんだ。おかしなこと聞くんやな。こないだはなんで手出さへんのか。これはお前の仮釈放申請書だ。数日前から私が進めていた。なんであんた組の人間は表出さんって言うてたやないか。一週間前に所長宛に届けられたハガキだ。Pardon me, sorry. 搭乗会がお前を破門するという旨が書かれた破門状だ。刑務所は更生施設。罪を犯した人間を更生させるのが本来の目的だ。罪に対して十分な更生を態度で示した服役囚には刑期の軽減措置が図られる。仮釈放もその一つだ。通常服役囚が極道関係者の場合、更生を示す最も有効な手立てが組を辞めるということ。つまり今回のケースもそれに当たる。お前、ここを出たら搭乗会の若頭を襲名する予定だったんだろう。2年前、お前がここに移送されてくる際、警察関係者から申し送りがあった。そのことが他の囚人にバレないよう配慮してくれとな。傷害罪で3年。お前ほどの大物がこの手の軽微な罪状で服役する場合の理由は2つだ。敵対する第三者にはめられたりなどして現場不在を余儀なくされた場合、もしくは逆に自ら身を洗い
組織の万全を期すため、釘原に暴行を受けても手を出さなかったのは身を洗い一刻も早く組織に戻るためだよな。もう波紋の見え歓迎ない。今回のことは不問に付す。組を辞めたお前がもうここで無駄に苦しむ必要もないだろう。どうした、泣いてるのか。アホらしい。気持ちはわかる。ここで過ごした日々が無駄になってしまったんだからな。だがそんなんじゃう。俺はつくづく自分が情けない。え、どこに行く。おい高坂、仮釈放の件辞退させてもらいます。なんだと。破門されて初めて分かった。俺はヤクザを続けたかったんやない。ただ自分が信じた奴らと一緒に降りたかっただけなんや。もともとどの組織におるとか若頭になるとかどうでもええんや。今はちゃんと罪償ってここ出られりゃそんだけでええ。冴島、冴島の兄貴。冴島さん、その様子やと濡れ衣無事晴れたようやな。本当に本当にありがとうございました。俺本当になんて言ったらいいか。礼はええ。それより仮釈放の方はどうなったんや。認められました。副署長が通してくれたようです。そうか。それにしても冴島、随分と早く帰ってきたな。あれだけの騒ぎを起こして懲罰貿易じゃなかったのか。俺も不問にされたり、あの高坂いう男にね。高坂？ババちゃんの件といい、冴島さんの件といい、いつからあいつそんなに寛大になったんすか。波紋のせい。波紋？それってまさかあんた組を追われたってことじゃ。そのまさかや。兄貴、波紋って、そんな、何があったんです。理由はわからんけど、破門されたこと自体はどうでもいい。それより何だ。嫌な予感がするんや。配達です。はい。This will be the news. これって、ん？どうした日村？これって冴島さんがいた組のことですよね。東条会最高幹部真島五郎氏死亡って、兄貴これ。まさかあんたの波紋ってのもこの事件が関係してるのか。兄貴、嘘や。こないなことあるわけない。冴島さん、こんな時間に何を騒いでいる。余暇時間中とはいえ静粛に。これ以上騒げば減点対象とするぞ。すみません。
冴島、ババ。はい。先日お前らが行った刑務作業の件で話がある。二人とも某から出ろ。わかりました。冴島、お前もだ。早く立て。兄貴。呼び出したのはあんたか、副署長。嘘の理由まで作って、来ないな場所を呼び出して、一体何の話？副署長室では、第三者に話が聞かれる可能性もあるからな。安全のためだ。我慢してくれ。どういうことです？説明してください。実は、冴島の仮釈放申請が却下された。え？却下って、どうして？私にもわからない。通常、仮釈放の申請は施設のある地方更生保護委員会が審理し決定されるものなんだが、今回はさらにその上、法務省から直接圧力がかかったようだ。法務省って、そんな。冴島は全国の警察関係者もマークする裏社会の大物だ。東上会ほどの大組織の最高幹部が仮釈放されるとあれば、法務省が口出ししてくることも考えられるが。話言うんはそれだけか。ん？さっきも言うたはずや。俺は仮釈放を申請するつもりはない。それにババちゃんはこのことに何の関係もないはずや。俺はすぐにでも調べなあかんことがあるんや。真島五郎のことだな。真島？真島って確かさっき新聞に載ってた人の名前。真島五郎、東上会射程頭直系真島組組長、構成員数千人を超える組内最大の勢力真島組の組長であり、冴島大河の唯一無二の兄弟分。そうだったな。え？じゃああの殺された人っていうのは兄貴の親友？そう。そしてその真島を殺したと目されているのが札幌北方組の組長、北方泰造だ。北方組？警察関係者の話によれば、真島は東上会会長の命を受け、北方組を傘下に収めるべく札幌へとやってきていたらしい。そして組長の北方との会合中に撃たれて死んだそうだ。どうしてお前がここに呼ばれたのかわかるな、ババ。はい。なんなんや、ババチン。北方組は前に俺がいた組です。なんやって。場所を移した方が良さそうだ。そうだな。資材置き場で待っててくれ。私もすぐに向かう。一緒にいるのを見られるのは避けたい。エンク、この隙に何するか分からへんぞ。お前も話の続きを聞きたいだろう。冗談に付き合っている暇はない。いいな。分かった。あの、兄貴。ババちゃん、今は副署長の言うこと聞いとこう。話はそれで。はい。Got someone on my phone. Just brushing it off. Oh. させたな。でさっきの話やが、ババちゃんが真島をやったっちゅう北方組の人間やっちゅうのはほんまか？ええ、そうです。でも香坂さん、俺が北方組の人間だったとして、シャバの事件とは関係が？そんなことは分かっている。私が気にしているのはお前らの身の安全だ。
安全って一体どういうことですか？どうも引っかかるんだ。今回の一件、あらかじめ全てが仕組まれていたことのように感じる。どういうことや？半年前に集団で入所してきたあの国原のグループ、それと共に始まった佐江島への暴行、連中の目的はお前の刑期延長だった。そこに来て波紋の話、仮釈放の手続きを私が進めた途端、国原たちは手口を変え、馬場を罠にはめることで佐江島の仮釈放が取り消されるよう仕組んできた。なぜそこまでしてお前の刑期を延長する必要がある？佐江島の兄貴に復讐させないためですか？その可能性はある。もしかしたら国原たちは事前に真島が殺されるということを知らされていて、佐江島がここから出て北方組に復讐できないよう足止め役として送り込まれた人間なのかもしれない。確かに北方組は大きな組です。でも囚人を送り込めたとしても、法務省に圧力をかけるような力があるとはとても。ああそうだ、もし法務省に手を回すことができるとすれば、そんな組織は二つしか存在しない。一つは関西の近江連合、それにもう一つは。そうか、つまり釘原たちは東条会の息がかかった連中ちゅうことか。え？ああ、もしこの推測が当たっているとしたら、話の規模からしてそう考えるのが妥当だろうな。ちょっと何言ってるんですか？なんで東条会が身内の人間にそんなことをする必要があるんですか？裏切り者がおるっちゅうことや、東条会の内部にな。裏切り？佐江島は2年前この刑務所に入るとき、刑期を終えたら東条会の若頭に就任する予定になっていたんだ。兄貴が若頭？とにかく東条会はどうにかして佐江島の力を封じ込める必要があったんだろう。まさかそれで波紋を。Pardon me again. しかしただ破門しただけでは逆に刑期短縮、仮釈放が許可される可能性が高まる。だから法務省にまで手を回し、今度は仮釈放の申請を却下した。この網走に佐江島大河という力を封じ込めるためにな。おそらくそういうことだろう。持っていけ。これはさっきいた運動場の一番奥、南西の門、その裏にスノーモービルが止めてある。その鍵だ。どういうことや？脱獄しろ、ここから。何やと？ついさっきうちの所長が死んだ。死因は調査中だが、他殺の線が濃厚なようだ。なんで所長が？所長は佐江島の仮釈放が却下された理由を聞くため東京に向かう途中だった。だが札幌空港でタクシーから降りたところ、何者かに襲撃されたらしい。それだけじゃない。今日の午後には新たに100名近くの服役囚が移送されてくる。通常では考えられない数字だ。おそらく何かの目的があって移送されてきた人間に違いない。あ、バグレイ。確かに。それって兄貴を殺すための資格ってことじゃん。事態は我々が考えるより大きくなっているんだ。このままでは確実に佐江島、それにこの件に関わった馬場も殺されることになるだろう。そうなる前に何としてもこの危機を回避しなくてはならない。せやけどこないなことを許したらあんたの身も。覚悟の上だ。私は職を辞すことに後悔はない。それよりもこの刑務所が更生を促すための施設であり続けることの方が重要だ。高坂、佐江島さん、それに馬場さん、もうあなた方は囚人ではありません。あなたたちは十分に罪を償った。これ以上
私がここであなたたちに更生を促す必要はない。ここから出て本当の敵、所長を葬った真の敵を見つけてください。深夜、同房の囚人が眠ったのを確認したら棒を出てください。ゲーム会に命じて、鍵は。
Thank you for your time. Your irregular, unscheduled streaming will restart, re-begin, or begin, or whatever. Fuck it. I don't know. Now. 開けさせておきます。署内を出たら、そのままグラウンドを突っ切って南西門から脱出してください。その時間なら、釘原たち、他の囚人たちの妨害にも合わないで済むでしょう。わかった。I have coffee. 最後に、一つだけ約束してください。何や？もし犯人を見つけることができたら、その時は決して殺さず、必ずその男を生かして刑務所に送ってやってください。そこから先は私たちの仕事ですから。約束する。やめ。お願いします。When am I going back to my mind palace? で、何だったんです？副署長の話ってのは。別に大した話じゃなかったですよ。仮釈放の申請を改めてするって話で。ね、兄貴。ああ。そっか。二人揃って仮釈放か。寂しくなるね。で、冴島さん、ここ出たらどこ行くんです？月見野に行って例の兄弟分を殺した男を探すとか。ま、そうなるやろな。それじゃあ冴島さんとはまた近々会えるかもしれませんね。なんで？だってほら、それって復讐しに行くってことでしょ。殺人罪でまたここに戻ってきちゃったりして。おい日村、縁起でもねえこと言うもんじゃねえぞ。そうですよ、冴島の兄貴がそんなことするわけないじゃないですか。でもあの殺された人、冴島さんの親友なんでしょ。冴島さんの性格からして黙っておけるわけないんじゃないかと思って。あれ、怒っちゃいました？別にいいよ、そう思うんが普通やろからな。せやけど俺は復讐はせえへん。俺自身は兄弟を殺した北方っちゅう男に直接恨みがあるわけやないんやからな。じゃあ何のためにそいつ探すんです？俺は知りたいだけなんや。兄弟を殺した男がどんなやつなんか直接お手話が聞きたい。話してどうするんです？警察に突き出すと。別に何もせえへんと思う。はあ、何ですかそれ。俺は聞きたいんや、この世で一番強いと思っとったあの兄弟がなんて言うて死んでいったんかもな。それが北方の口から聞ければそれでいい。それで兄弟を殺した相手の恨みは消えるんすか？もしほんまに兄弟が殺されたんやったら、それは弱なった兄弟のせい、殺したやつのせいやない。人に命取られるようなやわなやつになってしもたんか、それか犯人がもっと強いやつやったんか、どっちかい。なんか深いんだが浅いんだがよくわかんねえ考え方っすね。まだ俺は兄弟が死んだとは信じられへん。せやからそれを確かめたい、それだけ。俺の勝ちや。あー来たね、最後に2で革命って。札幌のローカルルールじゃそれなしなんすよ。ずるいね。それじゃあ冴島さんと馬場ちゃんとこうしていられんのも残りわずかっちゅうことで、例のあれやってきますか。ん？例のってあの妄想ゲームか？でもあれゲームっていうか日村さんの武勇伝だからな。どうです冴島さん、いいでしょ今夜くらい。そうやな、またおもろい妄想させてもらうかな。それじゃ行きますよ。ファチネーションゲーム、イエーイ。Finally some content.
I got finished that last time. No imagination. Oh, tough choice. I would do, but takes a while. How about just 15 and 15? That's easier. He says he's probably gonna miss it. Yep, he missed it. And, oh, well, that was.
Sonic's are my favorite, actually. It just so happens it was under the cat's protection. That's not to save. Oh no, I'll be alright. Oh, I've got a bit of coffee left. Yeah, I can't be arsed with it. I too deftly sidestepped their insidious car attack. Choice, bro. Yeah, time to beat some people up and get abilities. Before I do anything. Oh, I'm only in chapter 2. Okay. So I'll be in chapter 3. Okay. I was chapter 2 when I went to prison. Yeah.
killed him with, okay. My god, I was just short of getting a level up for that. Ah, well. No, I just moved you from behind me, bloody PlayStation. Stay there.移送されてきた囚人たちが動き出さなきゃいいんだがな。ま、そん時はそん時でしょ。大丈夫、きっとあの二人ならそれでも逃げ出せますって。ここ出たらグラウンドやな。Breezy. Are you? すまない、俺の力では止められなかった。だからどうにかして自力で逃げ。香坂、どこに行くつもりだ冴島。栗原、お前、栗原、てめえに逃げられちまったら、せっかく呼び寄せた兵隊たち無駄になっちまうじゃねえかよ。もっと俺らと仲良く楽しもうぜ。ババちゃん。はい。あんなクズでも香坂藩は生かせっちゅうやろか。言うんじゃないですかね、香坂さんなら。そうか。よう聞け、お前らは殺さん。その代わり、この世には死ぬより辛い生き方があるっちゅうことを
その体に教えたるわ。生き残ったこと後悔させたる。お前らが死ぬ瞬間までずっとな。うWell, I'm supposed to have stability? I'm not supposed to be able to get top that into it? Sorry, I'm just getting it. I'll be right with you, lads. Oh, that's bad, but never mind. I'm not trying to get up and actually finish it.
Oh, he knocked all the Babajan. Oh, Babajan is really good for it. なかなか頑張るじゃねえか。さあ、どんなに頑張ったって無駄だぜ。まだまだ新手がこっちに向かってんだからよ。ここを出たってあんたは逃げられねえんだよ。死ぬまで楽しもうぜ、サエジマ。 Oh, well, that was easy. But I thought he was going to hit me then. Sonna, ありえない. I didn't even do the bloody items. Okay. 信じられない。 この人数相手に勝つなんて。 殺さないで。 殺さへんよ。高坂藩との約束やからな。
行けるか、ババちゃん。はい。刑務官の拳銃って旧式で使いにくいんだよな。当たんないかと思って。日村さん、捜査一課の刑事だったんだよ俺。これで俺が月見野の武勇伝持ってたわけじゃないって信じてもらえます、西島さん。日村、ああ副署長なら大島のおやつさんが手当てしてます。どうにか一命は取り留められそうだって。ほんまか。ほら大島のおやつさん隠れて薬溜め込んで他の囚人に回してたりしてたでしょ。あれ昔の癖なんですって。なんか若い頃は医者もかじってたみたいですよ。ほんといろいろ裏のある人ですよね、あの人も。よかった。早く行ってください。何分か前に俺が警察とレスキュー呼びましたから。今行かないと捕まっちゃいますよ。お前らどうするんや。決まってるじゃないですか、ここでちゃんと刑期を終えるまで服役します。一緒に行かなくていいんですか。俺らがここにいないと何があったのか証言できる人もいないっしょ。それに今脱獄してもこの雪じゃ捕まる前に遭難でもして死ぬのは目に見えてるから。日村さん、ババちゃんたちこそ気をつけて。ここから出られたとしても外の方がよっぽど危ないんだからね。この季節は2メートル近い人食いグマも出るって言うしさ。またそんな、こんな時まで話持って。だから本当なんだって。まあいいや。おんね。ええ。ま、ほら。アクセル全開で突っ切りましょう。ああ。しっかり捕まっとけ、ママちゃん。そしたら一回捕まるやな。I said tackle then left stick. Okay. It's very much. It's very jolty. So you gotta do it like this one. But no one else does that. Won't be surprised if I crash a couple times then. Just half asleep already. Oh, oh. Thought that was a crash then, but wasn't. クソ、クイハラの野郎しくじりやがったな。おい行くぞお前ら、あいつらを逃がすんじゃねえぞ。これが古いじゃないか、これが話しちゃう。クイハラが言ってたやつじゃないですか。しっかり捕まっとけ、ロシア。Is don't want to take that.
not hit a tree yet. Don't let us be famous last words. At least I've not hit a tree yet. Oh yeah, thanks. Sorry about that. I forgot to set up. Oh, I took one out. Oh, sorry. We got hit by their explosion too, both. We all went through at the same time. Oh god, I'm gonna hit you. No, I'm not. Okay, I made it. Bum 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 bum. は超えましたね。ああ。くそ。ママ、どうした？指に力が入らない。ああ。ママ。ママ。I keep moving it, really. Just this side jump part's a bit boring so far. Oh.
たいというふうに。Story short, he falls over. あんたが助けてくれたんか。ひどい凍傷だ。まだ動かん方がいい。下手に動くと凍傷部位の組織を傷つけてしまう恐れがある。しばらく安静にしていることだ。ババはもう一人男がおらんかったか。探しに行かな。わからん男だな。死ぬぞ。仲間が死にかけてるっちゅうのに寝てられへん。おとなしくしていろというのがわからないのか。素人が雪山に行っても二重遭難するだけだ。面倒元は困る。そのババという男は私が探しに行く。あんた
が面倒ごとは困る言うてやないか。山にいるヒグマが人間の味を覚えてしまうと厄介なことになる。人の肉を求めて人里まで狩りに出てくる可能性もあるからな。なんやと。おそらくあんたを襲ったのは通常の倍ほどの大きさのクマだ。そうだろう。確かに相当でかいクマやったが、ほんまにあのクマが人を食うんか。いや、うん、ま、昔そういう噂もあった。どっち。あんたはここを出ていくのはかも。だが死ぬならせめて熊の餌にならないところで死んでくれ。そこに着替えを用意してある。古着で悪い。まだ助けてもろた礼を言うとらんかったな。俺は冴島へ。あんたのおかげで死なずに済んだ。俺は奥寺だ。You're out during the night. It being morning already is not a problem. So far. Wow, I've only done 1.5 parts. And I think, I guess there was a bit of AFK time, so. Things. I think those are stuff that I've dropped here from Curious, so I guess. Just goes across people. That's pretty cool. Alright, I'm gonna save and then I'm gonna end stream. Or end the VOD. As it might as well be known at the moment. Turns out streaming pretty late isn't a good time for a small YouTuber. Anyway, thanks for stopping by if you're watching this as a VOD, and see you in the next.